皆さんおはようございます。龍神です。健康と子育てをハックするラジオへようこそ。ということで、このラジオでは健康、子育て、時々読書に関わるハックを毎朝一つお届けしております。今日は3月の18日木曜日ですね。皆さんどんな朝をお過ごしでしょうか。だいぶね、ここ福岡は暖かくなってきたなというか、春の兆しがね、だいぶ見えてきたような、まあそんな朝になっておりますね。はい。まあ今日は何の話をするかというと、読書イコール自己投資の落とし穴というテーマで話をしていきたいというふうに思います。これはね、結構よく陥りがちな罠だなというふうに僕は思ってるんですが、これはね、僕自身もすごく昔よく体験してました。やっぱ本を読むのは、だいぶね、好きにはなりまして、で、いろんな本を今まで読んできました。で、僕の場合は結構その YouTube とかで、情報を取り入れて、インフルエンサーがおすすめしている本を結構読んだりしてたんですけど、それだけで結構満足しちゃうんですよね。あの人がおすすめしてた本を読んだ自分に満足するという感じだったんですけど、まあ、そこにね、結構落とし穴みたいなのがあったかなと思って、ちょっとね、自分のことを振り返りながら話をしていきたいなと思います。まあ、ちなみに今僕は結構その読書量も増えてまして、そうですね、月どれぐらい読むのかな、4冊とか5冊、まあ週1冊以上は多分読んでると思います。まあまともにこの、どれぐらい読んでるか、計算したことはないんですけど、まあまあ増えてきたのかなとは思いますけども、まあ読むだけじゃダメだよっていうところを今日少しね、お話したいなと思います。結論から言うと、本を読むだけでは投資とは言えずに、投資して、まあそれを回収する、投資と回収のサイクルを回すことで、初めてその意味をなすと。いうことなんですよね。まあ、ここをね、深掘りしていきたいというふうに思います。例えばね、ぜひ思い返してほしいんですけど、最近読んでよかったなって思う本ありますか？ちょっと挙げてみてください。はい。ちなみにそれってどの辺が面白かったですか？この質問に対して答えられないっていうことはですね、やっぱ知識として定着してないっていうことなんですよね。まあ、これもね、かなりやっぱ難しいと思います。人ってね、どうしても忘れる生き物なので、まあ、ある程度は仕方ないかなとは思うんですけども、まあ、ただ厳しいこと言うと、これだとその読んだ時間とかここにかけたお金っていうのは本当にもったいないなって思うわけですよ。なのでこれだけだと投資ではなくただ無駄にしてるということになっちゃうので、なんだろうな、やっぱりこれはアウトプットしてそれがね、初めて知識として定着するものだなと僕はやっぱり思ってるんですよ。アウトプット大全っていう本がありますよね。もうかなり売れてる本だと思いますけど、ここに書かれていた、黄金比、アウトプットとインプットの黄金比ありますよね。これね、やっぱアウトプット7がいいって言うんですよ。インプット3に対してアウトプットが7ですね。まあ、これぐらいの気持ちで発信をしないとやっぱ忘れちゃうよということなので、ただね、インプット10で読書したところであんまりそれは意味ないんだよっていうのをね、覚えてほしいなというふうに思います。回収っていうのは別にそのお金の概念だけじゃなくて、その投資に費やした時間とか、まあそれをちゃんとこう自分の脳みそにこう叩き込んでくれると。まあそれでね、十分立派な回収だというふうに思いますので、ぜひね、何かしらのアウトプットをするというのを、肝に銘じてほしいなというふうに思います。アウトプット方法としては、今ではね、いろんなことがあると思います。まあ、例えば最もシンプルなのが友人に話すということですね。これ僕もよく使うんですけど、昨日こんな本読んだんだけどっていうのでちょっとこう話し始めると、ついね、こういろいろこう思い返して、で相手に伝えなきゃと思っていろいろ言葉を選びますので、これ結構頭に残りますね。それから要約をするとか、本を読んだことで一つね、アクションプランを考えて行動を変えてみるとか、あとは、Amazon とかでレビューを書いたりとかですね。これ結構されてる方多いんじゃないかな、と思いますけど、結構ね、しっかりめにレビュー書いてる方いますよね。それすごく参考になりますし、見てる人も参考になるし、書いてる自分も知識を定着できるっていうので、これも結構おすすめなやり方かなと思います。あとは、まあ、ブロガーの方はね、ブログを書くというのはすごくいいですし、あとはね、ただそのツイートをするっていうのでも僕は全然いいと思います。僕もよく最近ね、読んだ本で気になったところはツイートをして、で、それをね、ちゃんと残して、
で、後でこうブログに書くというスタイルをね、ちょっと気づこうとしてますので、まあ、こういうのもね、ぜひ参考になるとすごく嬉しいです。というわけでまとめに入りたいと思います。今日は読書イコール自己投資の落とし穴というテーマで話をしてみました。まあ、その本質としては、ただ本を読むだけではそれは決して投資とは言えずに、投資と回収のサイクルを回すことで初めてその意味を出すからということでした。なので、まあ、どうしてもね、最初はその本を読むだけで満足しちゃうんですけども、まあ、それだけで終わらせずに、しっかりとね、アウトプットをして、知識を定着させる。そして、まあ、最終的には、ね、やっぱりそれでお金を稼ぐというところまで行くとさらにいいですよね。それをこうどんどん、早いスパンで回していくと、よりねその、本を読むということが自己投資にねつながっていくということになりますので、ぜひ参考にしていただければというふうに思います。というわけでじゃあこの辺で終わりにしたいと思います。僕のチャンネルでは健康、子育て、時々読書に関わるハックを毎朝一つお届けしております。もしこの放送が良ければ、高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。ということで、終わりたいと思います。今日もね、ちょっと2本目の放送、これから頑張って撮ろうかなと思ってますので、まあ、その放送は、午後ですね、まあ、夕方以降にあげようかなと思ってますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。というわけで終わりたいと思います。以上、リュウジンでした。次の放送でお会いしましょう。バイバイ。